行こう。WGSL でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価ボタンを押していただいた後に、はい、高評価ボタンを押した人だけがもうこのまま見ていただいて、はい、はい、ということでね、はい、続きをご覧いただくためには高評価をまず押していただいて、そういうシステムで、はい、ということで今夜の動画はフージュンプロの7番アイアンショット、変化進化を遂げようと覚醒しようとしている、はい、真っ最中のフージュンプロのアイアンショット見ててください。ほら、やばいやばい、ほんまにヘッドスピードやばかったということで、映像からね、はい、フージュンプロね7番アイアンショットをご覧いただきながら、何が変わったんやろうとか、僕ら何言ったんやろうとかっていうのを考えていただいて見ていただきながら、はい、トークではね、はい、やっぱりね、今撮影してるのが12月の月初です、はい、大事な大事なスペイン戦を終わって終わりました、はい、グループリーグを突破っていう快挙を快挙したところで、はい、次はベスト16をベスト8をかけた戦いが、そのコロナ壁あるんですよね、はい、そうですね、まだ突破したことがないんでっていうところでね、まだ今熱いところだと思うんで、はい、まあ、皆さんはもう結果してるんですけどこの映像が出るこのね、コンテンツ映像、はい、この動画が出るときにはもうワールドカップも終わってるんですけど、はい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 、今が真っ最中ですので、はい、ちょっとやっぱ僕らも盛り上がってるんで、はい、皆さんもね、改めて思い返す意味で、このトークを楽しんでいただければなと思いますと、はい、いうことでサッカートークです、はいはい、皆さんと一緒にサッカートーク今日も楽しくしていきましょう。しましょう。出て出て、レオさん、はい、うちもアローンが欲しいと思ってかっこいいですね、はい、あれかっこいい、はい、っていうことなんですけどね、はい、サッカーは、はいはい、楽しんでると思うんですけど、まあ、ちょっとまた別の動画1本撮ったんですけど、フージュンプロが放送事故的なことを言っちゃったんで、はい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 、すごいこと言います。フージュンプロがちょっと間違えた、僕がちょっと間違えた誘導しちゃったんですけど、好きな選手誰ですかっていうトークをやったんですけど、あの時どうあの時どうあんですか、めちゃめちゃ好きです。実は違って、僕勘違いしてたんですよ、その前に聞いた時に。一番最初、確かにその選手の話をいきなりしだしたっていうことで、誰やってる前田大然、大然下の名前がちょっと詳しく分かる。前田選手、前田選手、前田選手、スキンヘッドの前田、スキンヘッド、はい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 、肩もうびっくりしました。三田さん好きそうっすね、気合と根性タイプ大好きなんですよ、もう、ま、もうなんていうか超先頭で、はい、走りもフォワード、フォワードですね、フォワード、はい、フォワード、もう特攻してますよ。いや、確かに特攻感ありますよ。特攻感してる。一人でもう走りは、はい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 、もうなんていうんですか、あのボールに向かっていく姿勢っていうか、はい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 、あれを見て、この人好きよ。なんか印象的な選手ですよ、ですね、確かに顔つきもね、なんか。あ、そうですね。ひげ生やし、はい、共通点のようなマスターと。いや、そうですね。あんな僕特攻しないんですよ。あの特攻ぐらいが切り込み隊長感がね、そうなんですよ、確かにめちゃめちゃ好きです。あれはでもいいっすよね、おー、すごいっすね、前田選手ですか。うーん、なんか監督としては使いたくなっちゃいますよね、あんだけ前でね、ちゃんとプレスバックしてくれてチェイシング行ってくれたら、チェイシング、チェイシング、しかも足が鬼のように速い、あー、めっちゃ速い、速いですね、だから多分ディフェンスもキーパーも前田選手を最初目に入った時では全然ゆとり持てるっていうタイミングでボール持ち方するんですけど、一瞬で詰められるんですよね、スピードが多分想像以上のスピードで自分に寄っているんで、バソってくるんですね、だからあのね、スペイン戦での1点目なんて前田選手のチェイスからチェイシング行って、でキーパー下野選手焦って蹴ったやつを、ね、伊藤選手が取ってっていうところからは堂安律選手のあのミドルになってるな、ああいうのは使いたくなりますよね、監督やったら。なかなかやっぱりこう奥田さんのサッカー特技についていくのも大変なので、そうですね、ごめんなさい、ちょっとチェイシングがごめんなさい、ちょっと特攻する人です、ね、
特攻するでしょ。チェイシングってどういうプレーなの？こう、まあ持ってるじゃないですか、はい、敵のディフェンダーなり、はい、キーパーなりがボール持ってます、はい、そこに対してこう、プレッシャーかけて、プレッシャーかけて、そういうのが、普通に、まあはい、あの速さで寄っていって、あ、そうだ、あの速さで、しかも、あれバカで単純に寄っていくだけやったら、はい、それはバカなんですけど、ね、あれをどっちのコースに、うん、を切りに行く、どっちの方向を開けても出されてもいいから、はい、こっちが出されせんような方向から、そんな動きするの？それをめちゃくちゃうまいのが久保選手なんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ。だから後ろがどう連動してるかを見てそっちを切りに行ってるんですよ。だから自分が取るとかじゃなくてそっちの方向へ追い込みにかかろうとする意図を持ったこうディフェンスをしようとするのが久保選手で、最近ちょっとね、あのかじったじゃないですか、僕とトシさんのサッカーが、はいね、全く全然あの、ね、ワールドカップきっかけで特に僕なんか全く知らない、うん、奥田さんに聞くとこうやって戦術とかも教えてくれるか面白いですよね。そんな見方、そこを見てないですよね。なんかそういう風に、だからあれですよね、サッカーを好きになって、うん、うちの息子がね、ヨーロッパ1ヶ月ぐらい行ってたで、レアルの試合とか生で観戦してきて、はいはい、やっぱ全く興味なかったな、はい、あの戦術的なことから見出したらサッカーが面白いって分かったんですよ。いやー、なるほどね。いや、そうなんですよね。で絶対あれですよね、視聴者の方って WGSN 見てくれる方ってそういう多分あれですよね、好きですよね、多分そっちの方がロジカルに考えれるですよね、ですよね、そういう見方した方が、まあ、それが結果勝つかどうかは置いといて、勝つ確率を上げるためのあるのが戦術なんで、ね、そんなんね、いくらとんでもない選手ばっか集めたら勝てるかどうかわかんない、うん、そうか、確かに、はい、そこに選手っていうか監督がいて、選手が決まり事ってルールがあった上でやるんだね。なるほどね。聞きたいことあるんですよ。何ですか？ボスがサッカーの監督をするとするじゃないですか。監督ボスが監督、はい、僕たちいるじゃないですか、この松さんとか、まあ、あこの中の中のケンさん、はいはいはい、まあ、プーチンプロとか僕とか、はいはい、どこに配置するんか、あ各キャラの各キャラのポジションがちょっと気になりますね。確かに、まず、はい、じゃあ、ま、T さんが、あ、T さん、あ、T さん、出演していただいた、はい、T さん、T さん、T さん、はい、T さん、どこの組か、T さん、センターバック、センターバック、はい、まあシステムはいろいろね、ちょっと変わるんですよ、この場合は、はいはいはい、まあ単純に日本代表と一緒にしましょうか、はいはいはい、3でウィングバック入れて、まあ5バック的な感じで、はい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 、で4枚でワントップです、はいはいはい、ど真ん中が T さん。あの入れ立ちで腕、まあ、組みながら仁王立ちでスキンヘッドで立ててくれたら T さんプレッシャーになります、プレッシャーになります、まあ、プレッシャーになります、動かんでいいんで、はい、なるほど、嫌な気がしてる、嫌な気がしてるだけでなるほど、はい、もうそれだけで、おお、まあ、あれでしょ、今まで出てる方でいいってことですよ、はい、そうですよ、もちろんもちろん、そうです、イレブン組まれへんもんじゃない、そうです、全員なるほど、T さんさんだろう、 T さん、まあ、そこ出てきましたね、はい、で、あとはそうですね、誰が、ケンさんはね、ケンさん、ケンさん気になりますね、ケンさん気になるけどな、ケンさんはだな、ケンさんちょっとスタンドかな、スタンドであの太鼓叩いてる役でいいかな、似合いそうですけどね、似合いそうや、盛り上げ隊長の、あのそうですね、ケンさんはあのちょっと なかなか球技が苦手な方なんで、あ見えてて、はい、なんかどうやらおうちらしいですね、はい、ボール使ったものがなかなか苦手みたいやから、やっぱちょっとねピッチにいられてもちょっと迷惑だ、はい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 、監督としてはちょっとイライラしちゃう、ね、監督としてはちょっとあいつダメやなって思っちゃうんで、やっぱスタンドで太鼓叩いてもらってスタンドで一緒にしそうですね、太鼓もあのね、まあ何時代か、男児でも乗っていただいてやっていただいたらやっぱ本業だと思うんで、そこら完璧ですね、完璧に回してくれる、そうそう、なるほど、だからケンさんはそこで、はいはいはい、はい、まだピッチに入る人数が一人減ったらこれ大変なんですけどね、まあ挑みに行かなくてもいいんじゃないですか、まあ、代表的な人で、そうですね、あともうじゃあここ3人でやりましょうか、あ、そうですね、風純プロはねやっぱ GK ですか、難しいよな、そうですね、ボールキーパーじゃん、プロは、いやそうですね、サッカーってバカってできないスポーツやから、ラインズマンでラインズマンあのあれですか、あのオフサイドの上げる人ですか、はい、でもあれもちょっと頭いるから無理やなVAR 判定する人で笑
T さんしかピッチに立ってないですけど、 T さんしかピッチに立ってないみんな、みんな外なんですけど、 WGS 大丈夫ですか、大丈夫かな、大丈夫かな。トシプロは、ね、トシプロはなんかこう、そうですね、気合と根性のタイプなんで、気合と根性だけど、ちょっと IQ が足らない、ちょっとなんかこれもまた使いどころが難しいんで、とりあえずもうワントップ、おワントップすげえ、一番前ってこと、一番前ことワントップ、前田大然と一緒、いいじゃないですか、ほら本番もうスタミナ切れるまで走る、死ぬまで走ります、確かスタミナ切れたから強そうですね、あー僕です、根性で、根性で、そうですね、ちょっといいとこや、花形じゃないですか、このことですよね、点取り合い10番とか9番とかの背番号、いや背番号あなたの場合はね、そうやね、漫画いいかな、76 76なんで76なんですか、なんとなくこういうことさ、もちろん76ワールドカップ出られ決まってるから、あ、そうですか、はい、あのちゃんと1番から26までじゃないとダメ、今回は26人なんで、いつもやったら23までです、今回はちょっと3人多いんで、その制限あるんですか、あ、あります、あ、ワールドカップの時はあります、あ、そうなんですか、クラブリーグの時は別にクラブのクラブチームの時は全然 OK ですけど、そうなんだ、はい、まあ76番で頑張ります、1番までということで最後マッサン、マッサンはなんだ、マッサンどこら辺やと思うと、トシプロやったらどこに来る、なんていうかポジションの僕そこまで詳しくわかんないですけど、なんかなんていうんですか、こう一番前じゃなくて一個後ろのなんかこう周りを見てこう指令とか、そうそうそう、俺はマッサンはあのピボーテに使う、ピボーテ要はボランチ、あ、ボランチ、ボランチに使うから、ダブルボランチの一角にマッサン、めちゃくちゃ大嬉しい大事なところです、いいところですよね、三笘が好きみたいですけど、三笘のポジションではない、 あんな気に組む僕できないですよ、マッサンはこう頭使って、はい、常に頭使って、はい、状況把握をしながらポジション取りして相手を借りながら、あ、はい、ジェルコとガッツードみたいにもうボルト来たら瞬間にパスを出すなんか出してそうっすね、マッサすぐマッサ出してそう、で俺がおったらもうマッサはすぐ俺に、はい、とりあえず奥田さんにパスを出そう、間違いなくそのタイプですよ、僕で奥田さんから僕にこう、うわーいってパスをされてっていうところで、で、オフサイドをトシプロが使ったら、はい、あの VAR 判定、フグプロが出てくる、出てきてで、スタンドで、あと、ヤジって、ね、ケンさんが出せるブイブイにしますできましたね、なるほど、はい、ということですけど、こんな会話でちょっと長々と喋っちゃいましたけど、皆さんどうでしたか、ワールドカップ、はい、結果どうやったんやろね、とりあえず最後にちょっと予想をしますか、ね、予想、確かに、せっかくなんで、せっかくなんで、どうしよう、次、はい、次ベスト16で当たった、はい、クロアチアです、はい、モドリッチ率いるベスト、はい、バロンドーラー、モドリッチが率いる、はい、クロアチアですけど、勝ちます、勝つ、スコアも言っとこうや、ね、TDA から、あ、いいっすよ、予想しておきましょう、はい、3対0え、圧勝、圧勝、クロアチア弱いチームなんですね、知らんから多分強い、そう、それはもう前田選手いますからハットトリック、ハットトリック、マジ前田選手、いやもう前田選手こんなにできる子やったんやみたいな、こう、いやできる子や、セルティックおるから大丈夫、海外勢、海外勢やね、ハットトリック、なるほど、そうです、あ、いや、あの前田選手が2点、堂安選手が1点、あ、なるほど、でも完璧です、なるほど、ありがとうございます、はい、マッサー僕も希望を込めて、はい、PK でクロアチアに勝ちます、あ PK で PK で PK まで行きましょう、もう 0-0 で行っちゃって、なるほど、で PK で一応勝ってベスト8初めて行きまして、はい、ブラジルにちょっとやられましたみたいな、あ、もうブラジルが上がってくるから確定で、そうですね、まあ、そこは間違いないかな、はい、僕もそう思いますって思ってます、はい、あの、まあ、あそこはもういいでしょう、はい、ちょっと分からないと思う、ね、国がまず、はい、まず国がまず分からないと思う、じゃあボスそうですね、え、本気で予想していい、本気でいきましょう、本気で、せっかく、せっかく、本気で予想すると、はい、クロアチア、はい、いや、もう、よ、今期っていうよりも希望、はい、希望、もう、もう一回2対1、おで、日本、なるほど、え、ドイツとスペインと同じような展開なんですけど、あれしかできないと思う、ねリアル、はい、もう1回あれで、なるほど、でブラジルにボコられるっていう、7例ぐらい8例ボコボコやね、ボコボコってというところで、はい、今夜はねちょっと、まあ、どうなってるかっていうのは、はい、
結果もう出てるんですけど、ちょっと楽しみにしてる僕たちのトークを、はい、楽しんでるのが伝わったんじゃないかなと思うんで、今夜の動画はねゴルフに全く関係ない会話WGATL らしく お届けさせていただきました。皆さん楽しんでいただけたのであれば幸いです、WGSL はチャンネル登録者数10万人目指して頑張っております、皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします、チャンネル登録と高評価ボタン、そしてコメントの方もね、お前全然当たってへんやんけみたいな大外れですね、大外れですねとかいうコメントとかもね、全然そこら辺は書き込んでいただいていいですね、はい、楽しみにお待ちしておりますし、僕たちも楽しみに待っています、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。